常設統合司令部は、イギリスの三軍からなる司令部組織で、イギリス軍の統合軍事作戦の作戦式、海外での軍事活動の計画、統制を担っている。単一軍種による作戦は適切な前線指揮権の元に留められている。常設統合司令部を指揮するのは、統合作戦部長である。常設統合司令部は、イギリスの三軍から供出された戦力の、 統合作戦能力を管理する統合戦力コマンド司令官に対して責任を負っている。常設統合司令部は1996年4月にイギリス主導の統合作戦、または潜在的な統合かつ多国籍作戦の効率性と効果を強化するため、また多国主導による多国籍作戦に参加したイギリス軍の作戦式を実施するため、ハートフォードシャーイーストベリーにある。 ノースウッド司令部内に設置された常設統合司令部常設統合司令部の任務は以下の通りである。統合作戦部長は海外における統合及び連合作戦における作戦式を実施する。また、作戦におけるイギリスの戦略目的を国防省が達成できるよう政治的に意識された軍事的助言を提供する。 統合常設司令部が設立された冷戦後の環境において外交目標の追求のために軍隊が動員される場面は多くその際には多くの利害関係者が関与することになるこうした政策政治戦略レベルの要望や利害関係などを踏まえて国防参謀総長が軍事戦略上の指針を立案しそれに従って常設統合司令部が作戦を実施するという 役割分担がなされている。常設統合司令部は、基本的に、イギリスの軍事作戦の指揮に当たるが、多国籍作戦や、北、大西洋条約第5条に基づく、個別的または、集団的自衛権の発動における、イギリスの司令部ともなる。また、ジブラルタル、キプロス、フォークランド及び、ディエゴ・ガルシア等も指揮している。ただし、 いくつかの地域及び司令部は常設統合司令部に含まれない。司令部組織はアメリカをはじめとする NATO 諸国との連携を容易にするため NATO の幕僚組織に準じた組織となっている。司令官である統合作戦部長を補佐するため幕僚長と統合部隊作戦準備及び訓練部長の2つの役職が置かれそれぞれ少々が就任する。後者は陸軍。 または、海兵隊の順将が指揮する緊急対処部隊及び統合部隊司令部をあらかじめ準備し、軍手横断的な訓練を点検し、即応体制を整えることを認とする。冷戦終結までのイギリス軍において、複数の軍手による共同のための向上的な組織は設置されておらず、必要が生じる都度その場限りで三軍いずれかの、 司令官が共同作戦の司令官を務める体制であった。1982年のフォークランド紛争において、当時のイギリスには、フォークランド諸島での不測事態への備えが存在せず、急遽、紛争海域における全兵力の前線指揮官に当てられた海軍少将,将は、過大な兵力を指揮する負荷を担わされることになった。戦場から1万キロメートル以上は慣れた。 イギリス本国は前線に対し広範な政治統制と作戦指導を企てた。この過程で前線指揮官は本国との調整に多くの労力を割くことを強いられ、方や本国の政府や国防省も議会及びメディアに状況を知らせるために詳細な状況報告を求めたことで前線と本国の間に大容量かつ調時間の通信が必要とされ、 意思決定に遅延を招いた。多くの共同作戦が紛争中に実施されたが、その際、共同作戦能力の不足に近する誤射事件さえ発生した。こうしたフォークランド紛争の教訓が生かされるようになったのは、ようやく冷戦終結後に至ってのことであった。冷戦終結後、平和への配当への要求と財政難を踏まえて、イギリス軍に対しても経費を削減する一方で、 一層の効率性が求められるようになった。その過程で示されるようになった方向性は政策と運用の分離による作戦の効率性の追求であり国防省本部の役割は前者に限定されるようになった。この方向性のもと政策及び軍事戦略と軍事作戦との間の明確な責任範囲と関係形成が求められた。また 三軍の向上的な統合作戦への備えとして、計画、準備段階から、危機に際しての作戦遂行、戦力回復、事後の戦訓の蓄積までを一貫して担わせる、組織の設立が支持された。こうした共同から統合への方向性は、情報通信技術の革新、統合化による、効率性の追求、三軍の固定的な区分に由来する、 国防能力発揮への障害が認識されたことといった社会の変革によって促進されたものであった。統合作戦部長は三つ星の召喚が任命される。ありがとうございます。